暇だからいたずら電話でもかけなきゃ。さあ、どこにかけるか。今日もいい天気。こんな日はどこかピクニックにでも行きたいな。適当に番号をしたけど大丈夫だよな。おかけになった番号派なんてならないよな。あ、みん、お、電話か。誰からだろ。あ、もしもし、もしもし、あ、エアガドタラ様ですか。いいか落ち着いてよく聞けよ。なんだこいつ。礼儀というものがないのか。親の顔が見てみたいわ。お前の娘を誘拐した。なんだって。相手の反応から察するにうまくいったな。こいつの声を聞かれていたよな。気のせいか。それで、あなたの目的は一体何なの？そりゃあ、あれだよ、身代金だよ。あ、あと、もし警察に電話してみろ。その時はお前の娘をぶっつぞ。わかってるわ。いや、待て。落ち着くんだ。まだ聖者が誘拐されたとも限らないし。聖者だったら絶対に私に頼らずに自分で解決しようとするわず。聖者の携帯に電話してみよう。頼む。出てくれ。電話か。誰だよ。あいつかよ。ほんとタイミング悪いな。もしもし聖、かけてくんな。もしもし。もしもし。おい。はい。おい、大丈夫か。私の娘は無事なの。ああ、今のところはな。じゃあお願いがあるんだけど。言ってみろ。一言でいいから娘の声を聞かせて。そんなこと言われたって。ダメか。それでいくら払えばいいの？ 5000 万用意しろ。無茶な。そんな大金集まるわけないじゃない。別に集まらなくたっていいんだぞ。ただしお前の娘は、わかったなんとか集めるよ。だけど少し時間をちょうだい。わかった、今日中な。そんな変わんないし今2000円しかないのにどうしろと。まあいいや。ドレミーに払ってもらおう。あーと持ってくる場所だが、はい、どうしよう考えてなかった。まああいつの家の住所でいいか。人里北区19番まで、それうちなんですけど、あ、間違えた中央公園で、ダメ元で相談なんだけど、5000万も集まりそうにないから、コンソメパンチじゃダメです。やっぱダメだよねー。いくらなんでもコンソメパンチはねえだろ。じゃあせめて明日まで待ってよ。それお前の娘どうなんだよ。あ、忘れてた。かわいそうだなそいつ。どうしたの？ずっと電話してるけど誰なの？大丈夫。普通に聞こえてるんだけど。ちょっとドレミー5000万貸して。私を一体なんだと思ってんの。落ち着いてよどうしたの？聖者が誘拐された。身代金を払えってさ。このままだと聖者の身の危険が危ないからお金貸して、お願い。でも5000万なんて無理だよ。もう一回携帯にあげてみれば見てた。もしもし聖者。もしもし。ああ、よかった。実は今変な奴から聖者を誘拐したとかってかかってきて、全くおかしな奴もいるもんだねー。お、そうだな。こういう時、どんな顔したらいいのかわからない。笑えば、いいと思うよ。ああ、もう限界。もしもし、もしもし、さっきの奴だ。おい、一体どういうこと？ごめん。いたずらのつもりで電話したんだけどまさかうちにかけてるなんて思わなくて。ごめん。まあいいよ聖者が無事だったからね。あとコンソメパンチも。あれ？じゃあお前誰だよ。それも私なんだって。私の携帯だろ。ああそっか。落ち着けよ。じゃあお前誰だよ。だからそれも私だって。今公衆電話からかけてんだよ。ああ、そっか。じゃあお前誰だよ。別れよ。無限ループって怖くね。